どうも、こんばんは、エナムです。今回は東京グールリインボーク駆逐コマエンジを駆逐せよの A に、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。捜査官統一パーティーですね、今回の目玉はこいつですね。米林最高飛び出せ撲殺2号ということで、誕生日限定のガシャで排出された最高を使っていきたいと思います。こいつね、促進剤で熟練度 100% しました。でこいつが持ってるこの固有アビリティのブレイクオール S プラス味方全体ですね、こいつをうまいこと使いたいんですが、コマさんとイリミさん、多分イリミさんの方が武器耐久値20あったんで、コマさんの方もね20あるんじゃないかということで、なかなかね厳しいんですよね。使いこなせるかどうかわかんないんですけど、まあ頑張っていきましょうということで、相手闇属性ですが、まあこんな感じでね、ゆる属性はいないということで、頑張ってやっていきたいと思います。いきましょう。駆逐開始が押せないというバグがねまだ発生していると。このパーティーを選ぶ画面でキャラの詳細を見るためにキャラを長押しすると戦闘開始が押せなくなるバグがあるんですよね。ついてこられるか。あ、待って、20ないじゃん。めっちゃボイスいいな。っていうか20ないじゃん。じゃあこれ全然最高でもいけそうだな。じゃあとりあえず行きますか。重蔵でブレイク、いや最高を取り替えて、でも6たまんねえよな。多分最高66ではたまんないような気がする。うん、やっぱ重蔵で1回ブレイクさせる必要がある。次のターンぐらいからかな、まあ、このターンは重蔵が相手の攻撃力を半減してくれるんで、まあいけるでしょうということで、なんとかね。フリ属性ってわけでもないし、そういや最古のさ、格ネ出したさフェスにいつ来てくれるんだろう。ここでスキルを貯めておきたい、次のために。まあでも貯まるか、どうせ次のターン6だしな、貯まるでしょう。じゃあハイル打てそうなんで、ハイルを貯めさす方向でいきましょう。オッケー、溜まったね。殴ってくる。いけませんよ。スバン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 。というわけでこのターンは終わりですね。今回ブーストも何も使ってないんで、多分億超えのダメージはいかないと思うけど。え、待って、何がダウンした今。武器耐久値全回復。うきゃー。何がダウンしたんだ。なんかデバフみたいなのかからなかった今。気のせいかな。じゃあここを最古のスキルを発動していきたいんで、あ待てよこれ、あやべえいややっぱさっき最古に試さそう。そうだな、これこれ攻撃あったっけこれ最古のスキル攻撃あった、いやあったよな。武器耐久値削る攻撃あったっけ、それ覚えてないわ。 1.75、 1.3 の、あーなるほどね、ブレイクはしないと。やっぱこう重蔵で削るしかないんだな。じゃあここはやっぱり最古になるべく試さす方向で行きたいんだがうまく使いこなせてないぞ。大丈夫か。真ん中の重蔵後ろバックさせようかな、それともシラギンを出すか。いやでもシラギン出したらあれか、重蔵の攻撃力デバフ上書きしちゃうことになるから、死神にするか。久しぶりにさ、前回の動画に引き続き死神使ってるけど、やっぱかっけえな。あ、状態異常全回復、まあ、出血も、でも麻痺はしてんのかあいつ。ブレイクされてる状態かあれは。で最後の武器耐久値削りって言ったんだけだっけ。ていうかあいつ武器耐久値回復してね回復してねえじゃん。最古の神髄を発揮できねえじゃねえか。さっきマジか。せっかく最古のさ、ブレイクウォール S プラスを発動させようと思ったら味方全体の防御バフ、あれがなかなか発動させれないな。こ
ここのターンで武器耐久値を回復してこい。自分の敵前衛の武器だ。敵前衛の武器耐久値をマイナス2したのか。全回復 OKOK。 それを待ってた。それをじゃあとりあえず最後のスキル発動して OK で、あとは削って削って最後で、ブレイクしていくか。でこれでトン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 と、で味方全体に防御のバフかかって、今あれか、こいつアビリティにブレイクした時に自分にヒール効果かかるアビリティ持ってる。なんか珍しいアビリティ持ってるな。ハイセで殴って、いいね、敵の攻撃力を下げつつ味方全体の防御力を上げている。いけませんよ。お、これ死神タックだ。で、これ銃装出そうかな。これです。お題は結構よし、オッケー。すべての状態上直して 0.8 倍敵単体10倍のダメージ。これ敵単体だ。うお、やばっさっきの敵単体は入るに行ったのか待って、もうミリしか残ってない2ミリぐらいしか残ってないんだけど、入るの HP。 最後使って、あいつ武器耐久値回復してこなかったから最後のブレイクオールは発動しねえな。どん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 、なんかエフェクトも独特だなこれ。最後まあ撃てないから、最後はこのターン、あ、まあシフトすりゃ撃てるけども、なんか入るお気に入りなんでね、キャラクターの中で。ちょっと入るにスキル打たすか。シラギ初めて出したこの試合で。ハイル使って、で最後は死神に締めくぐってもらおうかな。じゃあいいね、死神2人でボコボコ。駆逐でお願いします。ズダンダンダン。この真っ黒いさ、ストームみたいなエフェクト、前も言ったけどめちゃくちゃかっこいいよな、死神の。あ、ハイルいっちゃった。穴ポコハイルいっちまったよ。まあ黒犬の方がまあまあ苦戦するのかな、感じ的には。どうなんだろう。でもこいつ一発がすげえでかかったな。モーガンさんがいたならね、モーガンで行きたかったんだけど、まだ出てないと思う。プレミアムでも出てないし、プレイヤブルキャラクターとしては出てないよね確か。 SR で出たっけ。出てないと思うんだが、はい。ということで今回は捜査官統一パーティーで、挑戦しました。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。今回もイラストが届いております。どうぞ。